アーロン・ジェイコブ・サンチェスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーのグンバース島出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。愛称は、サンチーズ。トロントブルージェイズ時代2010年の、MLB ドラフト一巡滅遺保で、トロントブルージェイズから指名され、6月15日に、契約。この年は、参加のルーキー級。 ガルフコーストリーグブルージェイズで8試合に登板後、A-9 オーバーンダブルデイズへ昇格。2試合に先発登板して0勝1敗、防御率4.50、9奪三振を記録した。2011年はまずアパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズでプレーし、11試合に登板して3勝2敗1セーブ、防御率5.48、43奪三振を記録した。 8月に A-9 バンクーバーカナディアンズへ昇格。3試合に登板して0勝1敗、防御率4.63、13奪三振を記録した。2012年は A 級ランシングラグナッツでプレーし、25試合に登板して8勝5敗、防御率2.49、97奪三振を記録した。2013年は A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、22試合に 登板して4勝5敗、防御率3.34、75奪三振を記録した。2014年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで開幕を迎え、6月にトリプル A 級バッファローバイソンズへ昇格。トリプル A 級バッファローでは8試合に登板して0、勝3敗、防御率4.19、27奪三振を記録した。 7月22日にブルージェイズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、翌23日のボストンレッドソックス戦で、メジャーデビュー。1点リードの7回表から登板し、2回を無安打、無失点2脱三振に抑え、初ホールドを記録した。その後は、リリーフ陣の一角として、大車輪の活躍を見せ、24試合の登板で、 防御率1.09とメジャー1年目から高防御率を記録した。2015年は41試合で投げたうち11試合で先発投手としてマウンドに登った。この年は防御率3.22、7勝6敗という成績を残し、前年ほどの防御率ではなかったがシーズンで勝ち越した。一方で約90.0イニングで44支給を 脱死請求面で課題が浮かび上がった。2016年は開幕から先発ローテーションに据えられた。シーズン前半で18試合に登板し、防御率2.979勝1敗118.1イニングで103脱三振という好成績をマーク。この活躍ぶりが評価され、オールスターに選出4番手としてマウンドに上った。 後半戦でもおおむね安定したピッチングを続け、シーズン終盤まで、田中正宏、マイケル・フルマーラと防御率、リーグトップの座を争った。リーグトップの座を固めて迎えた、最終投板では、内容次第では陥落の可能性もあったが、7.0イニングを2案内1失点という、見事なピッチングを披露、最終的な数値を3.00として、 アリーグの最優秀防御率のタイトルを獲得した。また、勝率882でもリーグトップとなり、j、JA、ハップと共に2大エースとして、2017年は年間を通して離脱が多く、7月22日にシーズン4度目の故障者リスト入りした。結局この年は8試合先発で1勝3敗、防御率4.25。 ホイップ1.72とキャリアワーストの成績に終わった。2018年1月12日に年俸調停で単年2700万ドルの契約を結んだ。シーズン初めは請求に苦しみ79.2インニングを投げ45支給だった。6月23日に右手の打撲で故障者リストに入った。レギュラーシーズンでは20先発で4勝6敗だった。 2019年7月31日に、デレック・フィッシャー、金セントのトレードで、ジョー・ビアジーに、カル・スティーブンソンと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後初登板となった8月3日の、シアトル・マリナーズ戦で6回を西急ムワンダに抑え、後続3投手との系統でのノーヒットノーランを達成した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。20年は、 どの球団にも所属しなかった。その後、2021年2月21日にサンフランシスコジャイアンツと400万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大250万ドルの出来高が含まれる。スリークォーターからリリーフ時には最速99.4マイルパワーを計測しており、先発転向後は平均94から95マイルパーワーの ツーシームを中心に平均94から95マイルパーアワーのフォーシーム、平均78マイルパーアワーの大きく曲がるカーブ、平均88マイルパーアワーのチェンジアップなどを主に使用する。脱参心率はメジャー通算7.1とあまり高くなく、ツーシームなどでゴロを量産するグラウンドボールピッチャー。ありがとうございます。